こんばんは、しおちゃんのお時間です。あなたは滅菌環境の水槽でしか生きることができないカエルの存在をご存知でしょうか。このカエルは気反刺引きガエルといい、タンザニアの特別な環境に生息する固有種でした。この種がどうして生命維持装置のような施設でしか生きられなくなったのでしょうか。そこで今回はこのカエルの生態を見ていくとともに、野生では生きられなくなった理由について解説していきます。ちおちゃんでは生物を解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。気反刺引きガエルは茶色がかった黄色をしたタンザニア固有の小さな引きガエルです。メスの方が大きく最大 2.9cm になり、オスは最大 1.9cm くらいです。このカエルは野生下で絶滅する前はタンザニアの東アーク山脈のウズングワ断崖にあるキハンシカワの滝のふもと、わずか2ヘクタールにのみ生息していました。2ヘクタールは東京ドームの約半分の広さに相当し、キハンシカワの長さは約4キロです。このヒキガエルは滝の轟音の中で互いの声が聞こえるように、内耳で超音波を感知できる独自の聴覚コミュニケーションを発達させています。またメスが体内で子供を卵から返す卵胎生で、腹部の皮膚が半透明のため妊娠したメスの腹に子供が透けて見えることがしばしばあります。気反刺引きガエルは現在国際自然保護連合によって野生下において絶滅したとされ、飼育下でのみ存続しています。気反刺川に数箇所ある湿地が彼らの生息域で、この場所は全て川の滝によって発生する霧の影響を受けていました。滝の霧がかかるエリアはほぼ一定の温度に保たれており、湿度は 100% で固有のシダや草が生い茂っていたのです。研究者は周辺の環境で気反刺引きガエルを探しましたが、他にこの個体群を見つけることはできませんでした。気反刺引きガエルは野生下で絶滅する前は約1万7000匹が生息していたと考えられています。しかしこの数は急激に減少し、2004年1月には3匹しか見られなくなり、2匹のオスの鳴く声が聞こえるのみとなっていました。こうして2009年5月に野生で絶滅した種として指定されることとなったのです。それではこの場所で何が起きたのでしょう。気反刺引きガエルの絶滅の原因はダムが建設されたことによる生息地の喪失によるものです。気反刺川渓谷は1984年頃に水力発電プロジェクトの候補地となり、1999年にこのプロジェクトは完成しています。このプロジェクトは川の流れの 90% 以上を迂回させ、水しぶきに依存した生態系を劇的に変化させてしまいました。特に乾季に霧の量が大幅に減少し、この峡谷に固有だった多くの動植物を脅かし、植生が大きく変わったのです。皆さんの中には環境を破壊して人間はひどいことをするなと思う方もいるでしょう。タンザニアの経済は建設、採掘、運輸、通信分野が成長を牽引し、2020年に低中所得国に昇格しました。しかし一方で経済格差が広がっており、28.2% の人口がタンザニア政府の定めた貧困線よりも低い水準で生活しているのが現状です。また若年層の高い失業率も引き続き課題となっています。広大な国土を持つタンザニアでは都市部から少し離れるとインフラが整備されておらず、道路は凸凹、水道がある場所までは歩いて数時間ということも珍しくありません。このような環境の中、ダムは電力不足に悩むタンザニアの経済発展に貢献するという目的で作られたのです。そして現地の人たちは気反刺引きガエルが滅んでいくまで何もしなかったわけではありません。2000年7月から2001年3月の間に気反刺引きガエルの生息環境を守るため霧を模倣した人工重力供給スプリンクラーシステムが気反刺ダムの影響を受けてしまった湿地の3つのエリアに配置されました。これらのスプレーシステムは気反刺川の流れを変える前に存在していた細かい水しぶきを模倣するように設計されています。しかし設置は当初スプレーゾーンの生息域を維持することに成功していたものの、18ヶ月後もともとあった湿地と川沿いの植物が交代していき、雑草種がこの地域を襲い、全体的な植物種の構成が変化してしまいました。そして2003年には気反刺引きガエルの決定的な個体数の減少が起きました。これは
乾季にスプリンクラーシステムが故障したことと、上流のトウモロコシ栽培事業で使用される農薬を含む堆積物を洗い流すために批判シダムを解放したため、そしてカエルツボカビ症の出現が原因です。カエルツボカビ症とは、菌類の一種であるカエルツボカビによって引き起こされる両生類の致死的な感染症です。これが両生類の皮膚に感染すると、皮膚呼吸が困難になり、食欲の減衰が見られ、ひどくなると体が麻痺し死ぬこともあります。この病気は人間活動によって世界中に広がり、壊滅的な被害を与えており、世界の両生類の 30% もの指数の減少に関連していると言われています。ただ野生下では絶滅してしまったキハンシヒキガエルですが、それ以前に絶滅を懸念した研究者らが野生の個体を採取していました。北米の動物園はキハンシヒキガエルを野生に再導入するために生息域外での繁殖プログラムを継続しています。このプログラムは2001年にブロンクス動物園によって開始され、絶滅に対するリスクを避けるために、この採取された約500匹がアメリカの6つの動物園に分けられました。当初その独特なライフスタイルと繁殖行動のため飼育においては問題が多く、ブロンクス動物園とトレド動物園だけが個体数を維持することができました。2004年12月までには飼育下のものは70匹未満まで減少していましたが、適切な飼育方法が確立されてからは生存率が上がり、繁殖も成功しました。こうして2005年11月、トレド動物園はキハンシヒキガエルの一般展示を開始しました。これは当時としては世界初のことです。現在トレド動物園には数千匹のキハンシヒキガエルがいます。またブロンクス動物園にも数千匹おり、2010年2月に展示を開始しました。その後トレド動物園は350匹を数箇所の動物園に譲り、現在も飼育が継続されています。2010年8月野生へと再導入する取り組みの一環として、100匹のキハンシヒキガエルがブロンクス動物園とトレド動物園から母国タンザニアにあるダルエスサラーム大学の繁殖センターに輸送されました。そしてついに2012年、センターの科学者たちはカエルツボカビ病が含まれていると推定される基質とキハンシヒキガエルが共生できる方法を発見し、48匹のテスト集団をキハンシ渓谷に戻したのです。しかし繁殖施設での厳格な研究にもかかわらず、ヒキガエルはカエルツボカビ症に襲われ大量死してしまいました。そのため研究者たちは野生への再導入には時間がかかる可能性があると述べています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。